ハリヒナがファイナル進出を逃した。現地3月14日、卓球の国際大会シンガポールスマッシュ2024の混合ダブルス準決勝が行われ、ハリモトともかず、ハヤタヒナ、世界ランク2位が、韓国のイムジョンフン、シン・ユビン、世界ランク3位のペアと対戦。ゲームカウント1対3で敗北を喫した。 1> 第1ゲームは先に10対7で日本がリード。張本の強打が決まり、日本が最先よく先制した。第2ゲームも日本ペアが圧倒し、序盤から5連続ポイントを重ねる。だがイムジョンフンのパワフルなフォアに日本ペアは苦戦し、終盤に逆転を許すと、早田のサーブミスもあり日本は9-11で、このゲームを落とした。 これで勢いづいた韓国ペアは第3ゲームをリード。張本、早田も食らいつくが、最後はイムジョンフンの叩きつけるようなフォアが決まり、韓国ペアが11の6。先に決勝切符に王手をかけた、崖っぷちとなった、ハリヒナ。第4ゲームも相手に3連続ポイントを許し、日本はたまらずタイムアウト。流れを変えたいが、 息の合う攻撃で韓国ペアが得点を積み上げ、リードを7点差まで広げる。張本、早田も3年連続ポイントで3点差まで追い上げる粘りを見せるが、イムジョンフン、新郵便の驚異的な粘りに屈し、5-11で自エンド。2大会連続の決勝進出とはならなかった。